はい、サワディッカーニュース55の気になるタイニュースということで、本日2021年6月8日火曜日のニュースをお届けします。最初に PM2.5 からです。バンコク42、ライオン34、チェンマイ55、チェンライ61。はい、スーパーリッチの両替レートです。1万円を両替すると2845バーツとなります。はい、次のニュースです。夜中にスーパーに潜入、オーストラリア人55歳の男を逮捕ということで、6月7日朝、パタヤ警察署はパタヤ北部のナークラ通りにある通常は24時間営業のミニマート、トップスデイリーコンビニエンスの店内で不法侵入をしていたオーストラリア人の55歳の男を逮捕しました。6月7日未明の午前3時ごろ、閉店時間の同店の警備員から、パタヤ警察署に通報がありました。このナークラのトップスデイリーコンビニエンスストアは通常は24時間営業の店舗ですが、現在は武漢ウイルスの感染防止規制のため、夜12時から午前4時は営業を止めています。この閉店時間に侵入者があったと通報を受け、パタヤ警察署が出動。警察は店舗の倉庫で隠れていた55歳のオーストラリア人の男アレクサンダー容疑者を発見し逮捕しました。同容疑者は会社の取り調べに、店舗に不法侵入した理由について語っておらず、警察に対して非協力的な対応をしているということです。逮捕されたアレクサンダー容疑者55歳は、本日の午後時点においてパタヤ警察署で拘束が続いており、警察は取り調べ捜査を続けています。はい、次のニュースです。空港ロビーで不法入国バングラディシュ人発見。タイ入国管理局は6月4日スワラプーム空港で2人の不法滞在のバングラディシュ人を逮捕したと発表しました。タイ入国管理局の発表によると、スワラプーム空港の出発ロビーをパトロール中に不審な2人の外国人を発見。2人のパスポートを確認したところ、バングラディシュ国籍でタイ入国に必要なビザはなく、入国管理局の情報システム検査でも入国に関する情報は見つかりませんでした。逮捕された2人は陸路でタイに密入国して滞在していたことを認めています。はい、次のニュースです。タイがジョンソン&ジョンソン製ワクチン2500万回分を発注。全国各地で集団ワクチン接種が開始された6月7日、プライト首相はアメリカのジョンソン&ジョンソン社新型コロナウイルスワクチン2500万回分の発注書に署名したと発表しました。納入時期はまだ確定していません。ジョンソン&ジョンソン社製ワクチンは2021年3月にタイ保健省食品医薬品局により承認されています。2回の投与が必要な他のワクチンとは異なり、ジョンソン&ジョンソン社製ワクチンは1回の投与です。プライト首相によると、ジョンソン&ジョンソン社製ワクチン2500万回分と、さらに中国シノバック社製ワクチン800万回分が2021年後半の納入予定されており、1億回分の目標を達成することができるとのことです。6月4日のタイ保健省疾病管理局の発表によると、タイ政府はファイザー社とも交渉中であり、同じく2500万回分のワクチンを求めています。ファイザー社製ワクチンは12歳から18歳までの人に接種する予定です。ただしファイザー社製ワクチンはまだ保健省食品医薬品局の承認を受けていません。はい、次のニュースです。タイに住む日本人は81,187人、バンコクに住む日本人は58,783人、2020年11月1日現在ということで、日本の外務省は6月3日、旅券法の定めにより
在外公館に届け出されている在留届を基礎資料とした10月1日現在の海外在留邦人数を発表しました。2020年10月1日現在、在留邦人の総数は135万7724人。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて前年よりも5万2632人減少となりました。逆にタイ在留邦人の数は8万1187人で、前年よりも2064人増加しています。国別で最も多かったのがアメリカ42万6354人、続いて中国11万人、オーストラリア9万人、タイ8万人、カナダ7万人、英国6万人、ブラジル4万人、ドイツ4万人、韓国4万人、フランス3万人となっております。都市別ではロサンゼルス6万人、バンコク5万人、ニューヨーク3万人、上海3万人、シンガポール3万人。期間限定 MRT 駅とサムヤンミッドタウンをつなぐ地下通路がおしゃれなインスタスポットに。ということで、サムヤンミッドタウンと MRT サムヤンをつなぐ地下通路は、これまでもインスタ映えをするフォトスポットとしてタイ人に人気の場所でした。その地下通路がさらにおしゃれにお化粧直しをして生まれ変わりました。2021年6月はバンコクのサムヤンミッドタウンではプライド月間と題して LGBTQ の人々の愛と平等を促進するために、モールと MRT サムヤン駅を結ぶ地下通路をカラフルな連邦カラーへと彩りました。新型コロナ禍でなんとなく元気のない街中を明るく華やかに飾り、人々の関心を集めています。ぜひ記念に写真を撮りに来てください。このキャンペーンは7月11日まで行っています。はい、それでは最後のニュースです。第3波の発生源クリスタルクラブへの捜査の現状とその障壁。タイのバンコクポスト紙が今回の第3波の発生源とされるトンロの歓楽街クリスタルクラブについての続報と考察を行っています。内容が受け取り方によっては現政府批判と取れなくもないので、本紙はあくまでもバンコクポスト紙の記事内容の紹介であることを強調させていただきます。クリスタルエクスクルーシブクラブで VIP の客がリムジンから降りると、ティアラや天使の羽などを身につけた若い女性が迎えてくれます。 VIP の顧客は壁にクッションがあり、豪華なソファーが置かれた VIP ルームに連れて行かれました。タイ政府の大物は外交官、陸軍将校、ビジネスオーナーと一緒にクリスタルでこのような女性らとパーティーをしました。そしてこの4月、クリスタルともう一つの発生源、エメラルドでは日本大使やタイ政府大臣、クラブで働く女性や警察官など、クラブに通ったことのある多くの人々が陽性反応を示し、第3波が始まりました。多くのタイ人がマスク着用のルールと新型コロナ禍の制限に服従を示しているにもかかわらず、一部の特権階級の人々がそれを放棄したことがバンコクでの最新のコロナウイルスの流行を引き起こしたとタイ保健当局は述べています。ナイトクラブではクラスターは主要経済国の中で最も貧富の差が大きい一つである富裕層への不処罰も浮き彫りにしています。第3波以前はタイでは数ヶ月間感染が抑えられていた状態でありましたが、現在は最上層の富裕層の男性を相手にする豪華なナイトクラブからバンコクの高速道路や鉄道線路に隣接するスラム街の貧民層まで広がっています。そしてさらにこの感染症は刑務所、建設キャンプ、工場にも拡大を見せています。金持ちがパーティーを行い、貧しい人々がその余波に苦しむと、コロナウイルスが数百人に感染した首都最大のスラム、クロントゥイの近隣議長、シッティ・チャット氏は語ります。タイのスーパーエリートとして知られるプーヤイと呼ばれる階層は、
海外ツアーを予約して自国では入手できないワクチンを手に入れることができます。ロシアでのワクチン接種ツアーは22万バーツのためは7月まで予約でいっぱいです。しかし貧しい人々は高々います。スタジアムやその他のエリアに設置された無料の政府仮設病院では多くの人がベビーベッドを待たなければなりません。一方で軽症の富裕層たちは高価なホテルを仮設病院としたその部屋で回復を待つことができます。社会は非常なまでに不平等ですと、タイ東北部の農家の家族を支援するためにバンコクに来た乳製品会社の従業員ムティタさんは言います。プーヤイは新型コロナウイルスの状況そのものを破壊し、私たち精進は生きることすらできません。4月27日、ムティタさんの妹、バンコクのショッピングモールで食料品店員として働くスパトラさんは、検査を受けるため午前3時に政府の試験場に到着しました。彼女は1日中待っていましたが、その次の日も次の日も待つ必要がありました。彼女が待っている間、スパトラさんは疲労と胃の問題を訴えるメールを送っていました。彼女はついに5月1日に検査を受けました。結果は陽性で5日後に死亡しました。人は枯れ葉のように死んでいきますとムッタさんは主張します。バンコクの裁判所はクリスタルとエメラルドのマネージャーに COVID 緊急命令に違反として2ヶ月の懲役を宣告しましたが、これまでのところ他の誰も罪に問われていません。警察はタイでは違法である売春がクラブで行われた可能性があるかどうか調査していると言います。そのことについて両クラブの代表はコメントを拒否しています。クリスタル事件についてはまだ調査中ですとバンコク警視庁の司令官であるソポン少将は主張します。容疑者が自首するのを待っている、そのようにクラブのオーナーに手紙を送ったと。しかし有名な大物や政治家が事件に巻き込まれた場合、タイの捜査は行き詰まる傾向があります。殺人罪は成立しない、つながりのある個人は亡命する。タイの新型コロナウイルス第3波は疑わしいビジネスでの金持ちらの行動が浮き彫りになり、タイの影のゾーンにスポットライトが当たりました。昨年春の最初の流行はウイルス学者によってスポーツ賭博で収益を上げている国の強力な軍隊が運営するバンコクのボクシングスタジアムが表沙汰になりました。2番目のクラスターは昨年末、保健当局によって近隣諸国から人身売買された外国人労働者で暗躍する入国管理官やその周辺を取り巻く人々、搾取工場と名高いシーフードビジネスにも焦点が当たりました。そして3番目の事件は法執行機関と蜜月ぶりが公然の秘密であるナイトクラブに端を発しています。タイの文化では笑うと同時に嘘をつくことができますと反汚職運動家で元国会議員のチューウィット氏は主張します。おそらく政治家として生き残るためにはそれは問題ありません。しかしそれが新型コロナウイルスである場合、これは非常に危険です。チューウィット氏は政界に入る前にバンコクにあるビクトリアズシークレットなどのマッサージパーラーで一台を成しました。彼は自分のビジネスが警察への賄賂で賄われていたと語ります。クリスタルは別の政府庁舎のようなものです。なぜなら政治家にとても人気があるからです。今年7年前にクーデターを起こしたタイ役将軍プラユット首相は、もし誰かがクリスタルを政府の別庁舎だと比喩した場合、法的措置に直面する可能性があると警告しました。すでに特権を与えられている金持ちが貧乏人を踏みにじっている、彼らはお金で何でも買えると信じていますとクロントゥイスラムに住む女性は訴えています。はい、ということで本日のニュースは以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、
合わせてよろしくお願いいたします。